私も大工だ。一目見て職人のいい仕事はわかる。これは本物だ。そう言っていただいてですね、玉名市の S 社長様、工務店の会長様でいらっしゃいます。こちらの国産仏壇熊本、ご注文いただきました。誠にありがとうございます。金箔が吹いてもはげない国産仏壇。 お仏壇の販売が定食なかった後でございます2021年11月の20今日は22日ですね月曜日外は今雨が降っております6時7分朝動画でございますありがたいことにですね えー、木の玉名市の S 会長様大きな工務店の初代の創業会長様でいらっしゃいますご注,文ご注文いただきましたご新築とのことでございますおめでとうございます一生一代の大仕事お祝い申し上げますでですね、えー、まず土曜日一っご覧いただきましたで見られてうんっていいでまあある程度人周り見られてでこれ,これいいですよと今よく売れておりますあの実際ですねコロナから売れてるんですよやはりあの 金箔仏壇というのはやっぱ運気が上がるんですよ。金は永遠に色が変わらないんですよね。ですから、金は金運、黒は開運でですね。ですからそういう形で非常にいいですよという形でご説明させていただきました。そしたらまた昨日に奥様とご店いただきですね。吉岡田のコ馬カウケンごとですね。ご覧いただきました。ありがとうございます。やはりあの、今度の1月にご新築。 おめでとうございます今までです一生懸命がま出してこられてですねそのもう努力の結晶がですね今度の1月で,でその家にこう入れたいなーってで大きさもでちょっとあの分かりましたということで幅が140ぐらいあるんですよですから横須妻で,ですねということでちょっとこう大きめにしてですねであの高さを高めにしてですねあの 幅はこれ120まで開きますのでちょうどいいですよということでただ高さはちょっと上げましょうねということでですねまあ到底はですねもう一品生産ですもう魂大坂4兄弟親方が真心を込めた魂の逸品生産でございますからお客様の仏間に合わせたオーダーメイド対応をいたします本当にありがとうございますえ私も大工だ本物がわかる玉梨の S 様 国産仏壇、輪島百年、ご注文でございます。あの、令和の名工大作、四兄弟親方様ですね、こちらにいらっしゃいますけどね。まあ、こういう形でですね、もう本当、真心の一品生産。見てください。天然漆の手塗り仕上げの仏壇は熊本はうちだけです。これは本田大の話で良さなかったですよ。 もうあの今、大体もうほとんどよそはですね中国製になっております。うちの金仏壇はですねこれは国産仏壇魂を込めて塗り上げます通産大臣認定の伝統工芸士大坂親方が真心を込めて仕上げた仏壇でございます私はもう自信ばまっておすすめできます。これはもう もうお約束いたしますそれとあの私が365日年中無休でアフターサービスしますのでよろしくお願いしますはいえー、ご注文ありがとうございました1月にご新居完成一生一代の大仕事心よりお祝い申し上げます裸一貫創業社長様のお眼鏡に叶いましたもう身に余る光栄でございますあのもう本当にですね一から 生地から組みます大坂親方がもう生地からもうほにですね一品生産でございます真心、まあ、を込めて組み上げていきます塗り上げていきます一つ皆様よろしくお願い申し上げますはいでここまでこの動画を見ていただいてありがとうございます皆様の開運終わってお祈り申し上げます